これいいですよ。これすごい今までにないような特徴があるんですよ。たった一個だけ。合わない人は絶対合わないです。めちゃくちゃすごいんですよ。何がすごいのかというと、医者が勧めてるらしいんですね。はい、本日ですね、こちらアメリカのサンダルの王様が上陸してきましたので、こちらをご紹介していきたいなと思います。つい先日ロフトマンさんで買い物動画撮らせてもらったかなと思うんですけども、こちらね、また見てない方は見てみてください。こういったサンダルが購入してましたよね。でその時に派手なねカラーリングっていうのが結構あって、うわどれにしようかなってめっちゃ迷うぐらいよくあって、これがねもうウーホスとかいっぱいいろんなサンダルあるから今更もええやん思ってたんですけど、これいいですよ。これすごい今までにないような特徴があるんですよ。あ、ええなと思ったから、僕買ってその後動画終わってからカメラ回してくれてたスタッフ用にも一足買ったんですよ。でもプレゼントしてあげるわって言ってプレゼントして水色のやつ買ってましたけども、それぐらい結構良かったんで紹介をしていきたいなと思います。でも今年の夏はねとことんサンダルに振り切ろうと思ってますので、見ていただけたらなと思いますので、まあ見た目的に言うと全然シンプルじゃないですか。え、これのどこがいいんっていう感じなんやけども、めちゃくちゃすごいんですよ。何がすごいのかっていうと、医者が勧めてるらしいんですね。え、なんで医者が勧めてんのって感じなんだけど、後でも言うんですけど、姿勢であったりだとか、あとそれ以外にも洗濯機で洗えるんですよ。え、ちょっと待って、サンダルやんな。そうなんですよ、洗濯機でぶち込んで洗えるようになってるらしいんですよ。それ以外にもサンダルあるあるとかで、海とか行った時にサンダルがなくなることってあるじゃないですか。これね、水の上で浮くんですよ。え、そうなん。しかもこれがなんと値段がですね、めちゃくちゃ安いっていうところなんで、それを紹介していきたいなと思います。ではね、まずはちょっと履いてみたいなと思うんですけども、足元に移っていきましょうか。正式名称は多分今横に出てると思うんですけど、多分ムンソルっていうブランドやと思うんですね。で、それの、なんていう商品かわからへんけども、正式名称も出てると思います。今回僕が購入したのが、サイズが US10 っていうサイズを購入します。で、買うときに、もし試着される方とかちょっと見ていただきたいんですけども、このようにね、ここにサイズが表記されてるんですけども、W11、M10 って書いてるんですけど、M はメンズの、男性は10です。レディースでいうとこの11ですって書いてあるんで、男性は基本 M 見といたら大丈夫なんですけど、例えば夫婦で一緒に履くとかってなった場合って、これ小さいサイズも確かあったんで、女性の方も履けるし、カラーリングがとにかく豊富なんですよ。例えばこれとかって今めっちゃ全然シンプルで何の変哲もない面白みもないような感じなんですけど、履いてみて思うのが、普通のリカバリーサンダルってちょっとおもちゃ感あるわけです。ちょっとなんかこうおもちゃな感じっていうか、まあだから柔らかくて履き心地いいって感じなんだけど、これ見てもらったら少しなんていうのレザーっぽい雰囲気になってるんですよ。レザーじゃないですよ、全然レザーじゃないんやけども、レザーっぽい雰囲気で、これね紹介とかなかなかあんま見てなかったんですよ。で置いてる店とかもあんまりなかったから、これすごい、もしかしたら穴場なんちゃうかなと思って購入はしてみたんですけど、サイズだけちょっと難しいんですよね。僕が普通に履いたらバンズとかも28やし、ナイキとかも28やし、他オネオネも28やし、だいたい28が普通なんですけど、これはね28やとほんまにジャストかなっていう、ちょっと今アップしてもらったら分かると思うんですけど、ここの隙間とかがもう全くないような感じで、もうぴったりっていう感じなんですね。で僕もともと甲が低くて幅狭いタイプなんですよ。なのでちょっと日本人っぽくない足になってるので、ちょうど海外のサイズが合うんですけど、うちのスタッフの森さんとかに合わせてもらうと、彼26センチしか足ないんですけど、高高で幅広になってるので28買ってました。28もちょっときついかなとか言いながら買ってたんで、この辺はちょっと試着した方がやっぱ海外のブランドだからいいかなと思います。その点ね、以前紹介したこういうリグとかって日本人のために開発されたサンダルなんで、高も高いし幅も広いから、これはこれでサイズめっちゃ簡単に合わせれるんだけども、唯一このムーソルっていうの、これはねちょっとねサイズ感だけが難しいかなと思います。これ見てる感じなんともないじゃないですか。ショーツと合わせた時めちゃくちゃ合うんですよ。ちょっと待ってくださいね。近々紹介しますけども、バブアのショーツ、水陸両用のショーツなんですけど、こうやって履いた時めちゃくちゃ合ってませんか。めちゃくちゃええ感じやんっていうことで、普通の形はサンダルですよねって、じゃあ特徴をたくさん言っていってください。どんな特徴があるの。まずリカバリーサンダルなんで、そもそものソールがねやっぱ柔らかいっていうところは柔らかいんです。ただ皆さん大好きウーホス、これとちょっと比較した時どうなんかっていうことなんですけど、ウーホスはねもうベラっぽうにリカバリーサンダルではズバ抜けてるので、履き心地の柔らかさで言うとウーホスの方がやっぱ柔らかいような気がします。そう考えたらやっぱウーホスズバ抜けてますけどね。でもこっちもパッと見なんか便所のサンダルみたいな感じしてるじゃないですか、このヌーソルってやつも。やけど意外と柔らかいんですよ。それでいてめちゃくちゃ軽い。なんとこれ 116g しかないんですよ。それ どういうことって感じなんだけども、だいたいねウーホスでも 160g ぐらいあるんですよ。で考えたら僕今持ってるサンダルの中でも多分おそらく一番軽いんちゃうかなっていうぐらい履いててねめちゃくちゃ楽な感じになってます。このブランドって4つのテーマがあるらしいんですよ。ちょっと言っときますわ。何かっていうと、最上級の良い履き心地っていうのを提供しよう、まず1つ。2つ目っていうのがスタイリッシュであるっていうこと。で3つ目っていうのが何かっていうと、適正価格である。そして4つ目っていうのが US 製、アメリカ製である。この4つが揃って僕は勝手に王様と呼んでるわけなんですよ。この4つ揃ったらそれは王様でしょって感じなんですけど、じゃあまず最初に履き心地どうなのか。履き心地確かにいいですよ。ただ足の形が日本人に合うんかなっていうところはちょっと気にはなるんですけど、僕はもうめちゃくちゃぴったり合ってる感じです。2つ目っていうのがスタイリッシュ。確かにスタイリッシュですよね。こんな感じでショーツ履いてサンダル履いてるだけで、あと何にも装飾してないのに、これはこれでいけてる感じになるし。で3つ目っていうのが適正価格、値段
ですよね。皆さん、いや、それは分かってんだけど、はい、値段言ってくれと。それによっては、こっちも動くとき動くぞって話なんだけども、それがいくらなんかっていうと、僕が今ネットで見てる限りで言うと、6600円で売っておりました。え ?6600 円?今や、物価上昇でね、もうどんどん値段上がってきて、このノースフェイスのサンダルが9900円ですらもちょっと安く感じてたぐらいのに、え ?6600 円なんですか?そうなんですよ。6600円でなんと販売してるということで、確かに適正価格、むしろ適正価格より安いんちゃうかい。だってこれ海外で買ったら40ドルぐらいってことじゃないですか。40ドルでサンダルあるのって話なんだけども、しかもアメリカ製で、イコール王様ですよねっていう話になってるわけなんですよ。で、姿勢を良くするために、もちろんクッションとかあるんですけど、ソールをちょっと高くしてるみたいなんですね。だからイメージ的にはかかとが浮くような、極端に言うとこんな感じで浮いてるような感じになってるので、そうなった場合って、かかとが浮くと人間ってこう前になったら、猫背になったら倒れていくんですよ。だから、おのずと姿勢がこうピュッて伸びてくるわけなんですよ。よく猫背直したい場合は、ちょっと前のめりになりなさいとかって言ったりするじゃないですか。そしたらこう勝手に胸が張る。バランス保とうとして胸張って、猫背直すときに無理やりこんなことして胸張れとかって言ってこんなんやったりしたって、結局気づいたらこうやってなってるけども、前に重心かけたらおのずとこう伸びてくるっていうのってあると思うんですけど、そういうことで姿勢をまずやってると。だからそういうところで医者も勧めてるんですっていうのが、顔も出してたからほんまなんやろうなと思いますけども、ちょっとそのあたりは僕この医者の人の話知らんから、一応医者が言ってるとはホームページに書いてましたけども、そんな感じでした。次二つ目っていうのが、洗濯機洗えるっていう風に書いてあったんですよ。しかも抗菌になってる。で、洗濯機に洗うって、この手のタイプってどうなんかなって思うんですけど、洗えるってブランドが歌ってるんであれば、おそらく洗えるんでしょう。で、他にもいろんな機能がここのところに書いてるみたいに、さっき言った抗菌とか、あと雨の日でも滑りにくいとかっていうのがあって、サンダルって一歩間違えたらめっちゃ滑りやすいやつあるんですよ。特にデパートとかで、掃除の方が掃除していただいた後、モップの後とかでスルーンって行くときあるじゃないですか。あれ結構危ないんですけど、まあ、そういうのもちゃんと考えられてるよ。で、海とかで大体このスタイルも海じゃないですか。海行きました。で、この時これ履いてます。で、僕大好きなレインボーサンダルもいいんですけど、こういうレザーのタイプだと、一回濡れちゃうと乾くまでに、いくら真夏といえども、やっぱ1時間か2時間はかかるじゃないですか。こうやってちょっと天日干ししとかなあかんって感じなんねんけども、もうこれに関しては、濡れてたって、一緒にシャワー浴びる時にシャーってやって、パンパンってやったらもう終わりじゃないですか。すっごい便利なんですよ。で、それでいて、こういうサンダルが海の中に入ってったりとか、ちょっと浅瀬で砂だけ落とそうとか思って、こんなの行ったりとかして、そんな時に限って波バチャーンってくるんですよ。で、そしたらなんかサンダルも気づいて流されていくんですよ。で、サンダルなくなった、終わったっていう感じなんやけども、これがちゃんと浮いてくれるって書いてあったんで、水の上でもしっかり浮いてくれるよっていうことで、なくしたりするのも対策されてるんであろうということで、お値段が6600円。これは一回ちょっと動画しとかなあかんでしょうということで、動画させていただいております。で、これをロフトマンさん動画で喋ってほしいなと思ったけども、いいですよ、これ。すごいカラーも豊富ですし、多分喋ることはいっぱいあったんやけども、動画の尺考えて喋らんようにしてくれとったんやけども、僕、帰って調べてみたら、え、こんなあんのと思って、これ、僕最初動画にするつもりなくて、サンダル比較のうちの1個で、実はこれも買ったんですけど、ぐらい出そうと思ってたけども、こんだけあるんだったらちょっと喋れるやんと思って、1本の動画にさせていただいてます。ただ、デメリットとかってどういうところがこうデメリットになってくるのかなっていうふうに思ったんですね。値段的にもいいし、しかもどのリカバリーサンダルよりも軽いし、それでいて取り扱いとかもしやすいじゃないですか。デメリットなんなんかなっていうと、た一個だけ何かっていうと合わない人は絶対合わないです。結構幅は狭いし、こうちっちゃいっていうところなんで、自分自身がちょっと俺もともと横広いなって思う方であれば、まず試着しに行った方がいいと思いますし、いや俺あんまりそういうのは気にしたことないな、気になったことないなっていう方であれば、別にネットでパッとこちるのでも、店頭行って合わせるのでも多分いけると思うんですけど、そのあたりが気にはなるかなと思うんで、そこぐらいがデメリットで、あとは特にデメリットはないかなと思います。もちろん壊れるのはこのあたり仕方ない。リカバリーサンダルって、特にウーホスなんかってここ切れる人めっちゃ多いじゃないですか。この鼻をブチン切れる人多いと思うんですけど、その作りってもう仕方ないんですよね。だからもうどれであったってやっぱりちょっと足ひねったりとか、ちょっと重心グランってなった瞬間にここにしか支えがないので、ブチンって切れる可能性は全然あると思うんですけど、耐久性が低いっていうところは、まあこのリカバリー系のサンダルはもうちょっと付き合っていかなあかんっていうところなんですけど、ただおすすめですね。どういうのがおすすめかというと、カラー豊富やし、そのカラーっていうのがいかにも海外っぽいこんな感じのカラーなんですよ。だからファッション的にも、多分僕の今の格好とかだったら白とネイビーちょっとおもんないなってなったりしたら、ちょっとピンク入れようかみたいな。それこそロフトマンさんで着用してる時なんかっていうのは、このまさにこの格好でピンク履いてたじゃないですか。それそれでいけたりとかもするし、夏場やからちょっと派手な色やろうかとか、あとそれ以外にやったら、例えばカップルとかご夫婦で、旦那さんは俺青行くわ、で奥さんは例えばピンク行くわとか、パープル行くわとか、白行くわとかっていろいろカラーで遊べるので、それそれで面白いんじゃないかなっていうところと、あとこのホームページに書いてたのが、軽くてフィットすると、だからまるでグローブのようだって書いてたんですね。野球のグローブのようだって書いてて、そこまでかなとは思うけども、一応まあアメリカらしいですよね。アメリカのジョークというか、本気で言ってるのが
度分からへんねんけども、でも確かに軽いのはほんまに軽いし、フィットする人にはフィットすると思います。僕はちなみにフィットしてます。だから個人的にはリグっていうサンダル、このサンダルの方が履き心地もいいんですけど、足の形が僕これ合わなかったんで、足の形だけで言うとこっちの方が全然合ってるんですよ。履きやすいなと思うし、サイズ展開も結構上まであったんかな、店頭にはなかったんですけど、オンラインとかでは結構上まであったと思うので、29センチやねんとかって言ってあんまサイズないねんっていう方なんかでもいけると思うし、逆に下はレディースまでいけるので、これはね結構面白いんちゃうかなと思います。僕も1年とか履いてみたらもしかしたら壊れやすいとかなんかあるかもしれんけど、まあ、洗濯機で回せるぐらいから結構頑丈なんやろなと思うんですけど、今のところウーホスがナンバーワンやったとしてもトップ3入るんちゃうかなっていうぐらい良さそうじゃないですか。まあ、僕も今皆さん見ていただいてる感じで実際街中で履いたりしないからあんまりわからないんですけど、店頭で試し履きしてる感じとかもう全然悪くないし、これで近所の市民プール行ってで帰ってきてっていうのでも全然疲れへんやろなと思うので、ちょっとねこれはねもしかしたらもしかするようなサンダルじゃないかなということで今回ご紹介させていただきました。どうですかね、結構まあジャストって感じですよね。だからまあまあまあサイズはやっぱりちょっと合わせた方がいいんじゃないかなと思いますので、できれば店頭で購入されることがいいと思いますし、これちょっと売ってるところがやっぱ少ないっていうところもあるので、ヌーソルって調べて店頭とか店舗とか調べたらもしかしたら取り扱いしてるところが近くにあれば見ていただければいいかなというふうに思いますので、今回はねレインボーサンダルの王様を紹介してみたという感じになってます。サンダル比較っていうのもやろうと思ってますので、サンダル比較するときに楽しみですね。実際全部値段とかバーッと出して、履き心地も全部出して、どんな足の方の人が合うとかやった上でどれが一番いいのかっていうのも今年はやろうと思ってるので、そういうところでまた楽しみにしていただければなということで、本日はですねヌーソルのサンダルを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。